皆さん、こんにちは。アバンチュールです。セブンデイズブーダイ、アルファ19、前回の続きからやっていきます。前回で初回フェラルを乗り越えたので、今回は素材補充がてら、クエスト消化をしていきましょう。出かける前に、クラフト関連のスキルを上げて、上位の設備やビークルを作っておきます。序盤はハイペースでレベルが上がるので、楽しいですね。皆さんはこういうポイント消費でレベルを上げるゲームで、獲得次第使う派ですか、貯めてから使う派ですか？私は断然後者ですね。まあ使い忘れるからなんですけど。じゃあまずはミニバイクの部品から作りますか。車輪が必要なので、素材があるか確認。これ以上は触れないでおこう。で、肝心の素材が足りてないですね。石炭は鉱脈で掘れるとして、問題は3入りボトル。基本ルートや車の解体などで、低確率でしか入手できません。重点的に探さないとですね。とりあえずシャーシとハンドルバーは作れるので、先に作っておこう。しかしまあ、よく独力でこんな上等な乗り物作れますよね。実はこの人、エジソンクラスの頭脳持ってるんちゃう？それじゃあ探索行きましょうかね。拠点から北に行ったところで、息のいいクマを発見しました。おお、暴れてる暴れてる。こんな序盤で手を出していい相手じゃないのは承知ですが、肉の塊と考えれば、戦う価値はあるというもの。高台作って、ハンティングと行きましょう。4段くらいで十分かな。弓矢でおびき寄せます。壊すんぎ。まあこっちにはシャッガンがありますし、おっし。下が壊れる前には倒れてくれるんじゃない？これ無理なんじゃね？今からでも謝ったらゆずはぁ。やばいやばいやばい。これは一時離脱に限る。いや、逃げじゃないから。戦略的撤退だからこれは。ははちくしょう風情、人間様の力にはついてこれまい。悔しかったらここまでおいでー。本当にこっち来てね。まあまあまあまずい、もっかい逃げます。もしかしてアプデで索敵範囲広がった？そういえばパッチノートにも、そんなこと書いてあったような。いや、それよりもこのピンチをいかにしのぐかを考えねば。とりあえず逃げて様子を見よう。お、ヘイトが近くのゾンビに向いたっぽい。とりあえず助かった。さっきのでかなり体力削ったはずなので、もう一個高台を作って仕留めましょう。まだ元気なのかよ、しぶといな君。まあ強がりもここまで。そろそろお縄だぜー。長く苦しい戦いだった。索敵能力だけじゃなくて、体力も上がってるっぽいですね。以降の落魔には注意せねば。やあうまいー。失礼取り乱しました。次行きましょう。発掘クエスト消化したので、報告。まあ、モロトフかな。良さげなクエストがあるか、見てみましょう。手網の回収一層クエストがありますね。これにしましょう。あとこれもアルファ20からですが、解放済みの回手アクエストも、ドロップダウンから選べるようになりました。この機能欲しかったから、助かるわー。石炭鉱脈の近くを通ったので、ついでに掘っていきます。車輪プラス火薬も作りたいので、やや多めに掘りますか。こんなもんでいいか。思えば序盤の採掘って、まあまあ面倒な作業でしたね。オーガ君が恋しいです。荷物整理して、クエスト場所に来ました。ここは残念ながら以前の建物ですね。
まあいいや、二回あさりしてから開始しましょう。そうそう、探索したことのない建物でも楽に二回あさりができるコツを紹介します。正規ルートの入り口は基本的に最終エリアから最大限離れた位置に配置されます。理由はなんとなく感覚でわかりますよね。簡単にあされる場所にあったらお宝の意味がないってことです。つまり1階が入り口なら最上階、最上階が入り口なら1階にお宝がある傾向が強いわけです。ということを覚えておけば2階あさりがしやすくなります。まあ地下があるパターンもあってこの限りではありませんがね。この建物どこがお宝だっけってなった時もこの理論が役に立つでしょう、多分。じゃあお宝あさります。おお、ほぼ支柱ありがたい。食料64回復は序盤では破格です。でも廃屋で拾った得体の知れないシチューとか絶対食べたくないですよね。常識的に考えて、まあ世紀末だから多少はねってことですかね。じゃあ降りてクエスト始めます。サクサク行きましょう。リア重視すべし、慈悲はない。補給品発見。それ気づくんか、意外と里いですね。まあ数が多いだけのうぞうむぞうなので楽勝です。うろう、見ましたか今の。頭砕け散りましたよ。景気いいですねー。ただゴア表現は動画にしづらいのでそこそこにしてもらえればなぁとか思ったり。階段登って2階です。あそこにいますね。外に変な奴はいてる気がする。この辺相当して様子を見に行きますか。ほらー、言わんこっちゃない。この青服デブはアルファ20番の警官です。ブツブツが増えて気色悪さに磨きがかかりました。ゲロ吐きと自爆も健在なので要注意です。いてー。そう、直接攻撃も痛いんだよってのを実践しました。今のはやれやれだぜ。これ以上時間無駄にしたくないのでさっさと終わらせます。超余裕。お宝回収しましょう。ゴミ。報告行きましょう。うおー、ピストル来たー。これはピストル一択でしょう。まあすぐ作れるんで正直パイプボムでもいいですけどね。ディアに完了したようです。ここはネイルガンかな。ちなみにこのバンドルってやつは指定のアイテムがまとめて入ってる福袋的なやつです。高品質の布アーマーがもらえるっぽいけど、まあいいかな。クエスト消化はこの辺にして素材集めに行きましょう。再度町にやってきました。関係ないですが、重くなる原因、あのでかいタワーな気がするんですよね。南を向いた時だけ露骨に重くなるので。あれはビションタワーといって、旧来の建物です。旧来の建物が処理落ちの原因というのは考えにくいですが、まあ何が原因かわかりませんからね。近いうちに原因がわかればいいですね。あとタワー一つ見つけられたので、これで以前の悪夢再来の可能性はなくなりました。これは素直に嬉しいです。で、今からクエスト消化すると思わせて、別のことをします。隣に立体駐車場があるので、ここで車の部品を漁ろう作戦です。必ずしも3入りボトルが出てくれるとは限りませんが、ダメ元で漁る価値はあります。正面入り口から侵入。おっと隠れてたか。ちょうどいいや、ピストルの試し撃ちをさせてもらおう。
使用感は大きくは変わってないですね。相談数が多く、序盤はシンプルに強いです。アイアンサイトが見づらくなったのがたまに気づかな。先に相当して、パパッと回収しちゃいましょう。早速漁りたいところですが、下にまだいそうなので見に行きます。くっそ、うろちょろすんな。この距離でかわしただと、なかなかやるじゃない。お前は良きライバルだった、覚えておこう。3日くらい落ち着いたんで回収しましょう。なんでこのおっさん、汚ねえなこの野郎。楽に死ねると思わんことだ。はあ、油断も隙もないってこのことですね。今度こそ回収。解体効率が上がる飴を舐めてから解体します。車輪1個とバッテリーが出ました。上々ですね。拠点戻ってバイク作りましょう。レベル4のバッテリーを使うとは、贅沢なミニバイクですね。タイヤツルツルになるまで乗り回すからな。完成しました。置いてみましょう。かわゆす。そういえば車両用の改造パーツが増えたんでしたっけ。スピードが上がるパーツとかあったら、つけてみたいですね。ちょっと試走してみます。いい感じ。グリップも気持ち上がってる気がします。セブンデイズはミニバイク作ってからが本番みたいなところありますから、これからですね。スクーターから始まるサバイバル、ラノベにありそう。ついでに通り魔。スクーターで一方的にゾンビ引き倒せるって、地味にすごくないですか？体幹が強靭すぎる。電気設備をいくつか作って、今回は終わりにします。次回は探索会、もしくは拠点建設会の予定です。それではまた。バイバイ。